葉の上の露ように結露した、六胡の網に結露した、露炉は空気中に含まれている水蒸気が放射冷却などの影響で植物の葉や建物の外壁などで水滴となったもの。ものに炉がつくことを結露という。この項では炉の自然や生物に関する面について説明する。人工物に関わること、物理的性質については結露の項を参照。地面やその近くのものが冷えて、 これらに接した空気の温度が露天以下に下がり、空気中にある水蒸気が水滴となって、地表付近の物体の表面についたもの。特に夏の終わりから秋の早朝に路が降りやすい。冬には凝結して水滴になるのではなく、氷になるので、これを霜と呼ぶ。1日のうちで最も気温が下がるのは夜明け前である。人間の活動は太陽の光のある時間に行われることから、 炉を見つけるのが、ほとんどが朝である。そのため、長炉と言われることもある。実際には、夜になってからでも、炉が降りることも、少なくない。夜間の炉を四つ湯という、炉はこの葉、層の葉につくものである。他のものにもつくが、葉は、ある程度水をはじく性質があるため、水滴として視認しやすい。特に葉の先端や、虚子のある葉では、その突市部に、大粒の水滴が見られることがある。 これは植物が水から水を排出している場合もある。その液のことを逸筆液という出す原理はヘチマ水と同じ。また雲の網に水滴がつくのもよく見られる。特に横糸には念玉があり、この年球に色が追加される形で大きくなる。朝日を浴びると美しく輝くのが見られる。乾燥気候に分布する生物、特に寒流によって、 乾燥気候となっている地域の生物にとってはほぼ唯一の飲料水となる。寒流に接した地域は一般に乾燥気候が発達する。これは寒流によって地表付近の温度が上空よりも低い状態が保持され大気が安定し低気圧の発生が妨げられるからである。このような地域では年間を通じて降水は見られない。しかしながら大地を覆う植生がないため 早朝には、地温が海水温よりも低下する。すると、陶器に、河川水が湯気を発する川切りように、海から霧が立ち上り、砂漠の砂粒やわずかな草本の茎に付着しろとなる。砂漠に生息する生物はこの炉に依存している。アフリカのナミブ砂漠の逆立ちゴミ虫騙しは、体についた炉が口元に垂れてくるように頭を下に、お尻を持ち上げた姿勢をとる。ありがとうございます。